ケリドウエ園、ケリドウエ園は、ケルと伝説、伝承に登場する魔女。月の女神とも冥界の女神ともされ、魔力を有する大釜を所持している。その釜で一年と一日材料を煮立てて調剤すると、世界最高の知恵、霊感、学問の三つを得ることができる三滴の魔法薬を作ることができる。デギドポエルの妻、ケリドウエ園には、 絶世の美女である娘と醜い息子のアバグドゥがいた。醜い息子を不敏に思った女神は、知識と霊感の大釜を使って、知識を身につけさせようと考えた。そこで、ケリドりエンは一年と一日の間、盲目のモルダには火を燃やし続けることを、小人のグーヨンバハには、釜の中身を絶えずかき混ぜることを命ずる。一年経った日、釜を混ぜていたグーヨンバハの指に三滴の厚い。 液体が飛んだ。とっさに指を舐めたグーイオンバハは、この世のすべての知識を得、逃亡してしまった。残った液体はすべて毒となり、釜は爆発し割れてしまった。怒ったケリドりエンは、グーイオンバハを追いかけるが、三つの才能を得たグーイオンは、ノウサギに変身して逃げてしまう。すると、女神は両剣に変身して、彼を追う。すると、グーイオンは、川に飛び込んで、 魚に変身する。蹴りエ園はカワウソに変身して魚を取ろうとする。グーヨンは鳥に変身して空へと逃れるが、蹴りエ園は鷹になって追いかける。最後に、グーヨンは小麦の一粒に化けて隠れたが、蹴りエ園は黒い面リに変身し、その麦を食べてしまった。9ヶ月後、蹴りエ園は美しい赤子を産んだ。赤子は、グーヨンの生まれ変わりであり、 憎い相手ではあったが、腹を痛めた子を殺すのは忍びなかったのか、蹴り動園は、皮袋に包み貝に流した。赤子は、海で魚を取っていたグーイズノの、息子イルフィンに拾われ、輝くばかりの美しい顔という意味のタリエシンと、名付けられ大切に育てられた。これが6世紀ウェールズの銀融詩人タリエシンであり、彼は、タリエシンの書という鹿集を作ったという。ありがとうございます。